皆さんどうも、ひかりです。なんでこんな変な帽子を今かぶってるかというと、今週のね、土曜日です。4月12日、大阪城公園で YouTube の花見パーティーが行います。そこで私はこの帽子をかぶろうと思って、まあちょっとおしゃれにしようかなと。あとこれもつけようと思ってます。つけまつげ。一人で つけたことないんで、怖いけど、頑張ります。これを持っていきます。一人で飲むのが大変なんで。ということで、大阪の皆さん、まあ関西の皆さん、その日、大阪にいる皆さん、とりあえず、ぜひ来てください。楽しみにしてます。まあ確かに花見の時期がですね、もう終わってるんですけれども、YouTube の皆さんがこう集まってる楽しいピクニックみたいなパーティーだと考えれば、まあいいんじゃないかなと思います。YouTube のパーティーなんですけども、自分で動画作らなくても、あんまコメントしなくても、アカウント持たなくても、YouTube 全く関係ない人も、ぜひぜひ来てください。東京で毎年、YouTube の花見パーティーやってるみたいんだけど、私も、まあ、東京がね、遠くて、あんまその時間とお金の余裕がなくて行けなかったんで、でも、たまたま、アンレステッドさんという YouTuber がね、今度のパーティーの主催者がね、動画アップして、大阪もやろうぜ、みたいな感じで、はぁ、あ、大阪にも YouTube パーティーが嬉しいわー。確かに人数は東京の方では、まあ、行かないと思うけど、まあ、なるべく多くの人にね、楽しんでもらいたいよ。日本人も外国人も、まあ、いろんな人が来ると思うので、ぜひぜひ、こんな辺の私も行きますのでね。時間はですね、昼の12時から夜の8時まで。下の概要欄にね、そのアンレステッドさんの、動画のリンク、と、Facebook のイベントのリンクも貼っておきますので、また確認してください。今年のね、東京の主催者の TKO さんが、この知らせ動画に踊ってたらしくて、そのノリで、アンレセットさんも踊ってて、自分も 踊ろうかなと思ってます。クラブやと、まあまあ自信あるけど、でもほんまに踊りが下手なんで、すいません。とりあえず皆さん来てくださいね。